ああ、そうだ。そうなの。ほう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 。うん、MC 大喜利ね。でももちろん MC 大喜利だと持たないと思うけど、なんかちゃんと、ちゃんともちろんそれは何、スペシャルウィーク用にちゃんといるのそういうのも。まあ一応やっぱスペシャルウィークですからゲストもね、呼びますけど。おラッパー。いや、それはもう。ラッパーでしょうかね。うん。さあ、そうだろうね。まあ、細かいことはね、うん、ちょっと来週また発表するんでね、はい、来週まで、ちょっと、うん、待ってて。じゃあ、待ってて。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。さあ、それではコーナー行きましょうか、うん、クソステーション。今ブログ、ツイッターなどで発言したことがそのままニュースとして流れていたり、しょうもないニュースが溢れております。そんなニュースの中からメガネビーキが誇るクソメン、クソガールたちが最もしょうもないと思ったニュースをご紹介します、うん、まあね、小木の今日の AKB チームにドン引きっていうのだって、うん、まあそうよ、クソニュースや、ね、クソニュースだよこれ、ね、日刊スポーツですけども。そうですね、うん、じゃあ早速ラジオネーム五本木太郎記者が送ってくれました、はい、深田恭子、朝起きたらすぐベッドメイキングする。女優の深田恭子が新 CM 発表会に出席。毎朝の過ごし方について、起きたらすぐベッドメイキングしちゃいますよね、うん、お布団がぐちゃぐちゃなのが視界に入ると落ち着いて出発できない、うん、帰った時にも気持ちいいように朝、毎朝心がけていますと明かした。うんうんうん、いいね、そういう女性好き。好き。うん。まあ、確かにね、そういう身だしなみ、これやっぱやっぱ、うん、親なんだな、俺は。親？お母さんがさ、今日またお母さんの話になっちゃう。綺麗好きなのよ。はいはいはい。で、なんでそんな、もうさ、出かけないのにさ、うん、もう出かけるって時にもさ、そうなんか、リビングとか、なんかやるってるよね。片すでしょ、帰ってきた時に、覚えてんのがやなんだって。散らかってんのが。で、もう全く同じ状態じゃないと。あ、はい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 。だから、その気持ち悪いからやだなっつって。うん。わかるわ、うん。そうか。だからベッドメイキングもそういうことだもんね。そうそう。はぁ。すごいテンションが下がっちゃうんだって。へぇ、うん、帰ってからやる気に起きないしね、まずね。一日なんかそこからやんのね。うん。うん、ただ俺起きてからはやりたくねえな。朝起きてね。めんどくさいわ。で、偉いよね。きちんとした子って感じがするよね。うん。うん。それはする。でもさ、俺こういう、発表会、CM 発表会か、うん。あとなんか番組の記者会見、まあ、発表会でのああいうトークとかってさ、うん、ああいうので記事になることって結構多いけどさ、うん、ああいうとこで喋ってるのって大体嘘じゃない？こんなこと言っちゃうのあれだけど、大体ああいうとこで記者の前でさ、言う、発表会とか言うようなやつってさ、うん、なんかちょっとした質問に対して答えるのってなんかこう、うん、ほとんど嘘だよね、あれね。嘘で。言うのって。リップサービスってな。嘘でしょ、リップサービスって。嘘で。それを記事にしちゃうのはどうかなと思っちゃうの、だから俺は。多いよ、そういうの多いの、本当に。それはわからないから、本人しか、記者の人は。小木はそれ出る側の人だから、嘘をついてるんで。結構嘘多いよ。矢作は結構嘘ついてる。矢作だって嘘だらけで、本当に。全く思ってもねえこと言ってるから。わかる。確かに思ってもないこと言うことがなさすぎてな。なさすぎて、もう。そう。本当に言うことがなさすぎて。確かに、俺はほとんど嘘つく。そういうの記事になったりするね、矢作のも。よく。ね。ね。ええ。ちょっと。まあ、これはさ、別にこんな嘘はつかないだろ。いやでもわかんないよ。これは、ほら、やばい。したたかな女性ですよ。こういう嘘もしつけたらね、うん。これだって女性からしたらやっぱ一番イメージ上がるような、うん、いい答えでしょ、これは。まあ、そうか。俺が今思ってんのもね、好感度上がってんのもね。そうそうそう。そう、うん、そういうことだよ。だから嘘だよ、これも。
嘘なんだよ、ほんとこういうのが。そうか。そう、だからこういうやつの記事ってあんまりやってほしくないんだよね、俺。個人的に。みんな嘘だから。でも確かにさ、わかんない。でもまあ俺は思ったのが、これが本当だった場合。うん。すげえちゃんとしたいい子じゃん。うん。でも、すごい浮き名を流す人じゃん、福田京子って。実はね。記事はね。結構。結構、ね、いろいろね。このジャンルの人、女優さんの中ではもうトップレベルの浮き名だよね。うん、よね。なんかでも、イメージとしてこういうことやってる人って、すごいお堅い。そうよ、ちゃんとした。なかなかこう、うん。股を開かない的な。人が多いよね。こういうことやる。イメージはそうよ。イメージね。しっかりしてんだもん、だって。だよね。ここは。低層関連すごいちゃんとしてる、うん、イメージがあるよね。そうだよ。でもこれが本当だとすると、じゃあ俺こういう人好きで、なんかしっかりしてそうだから。うん。なんか低層関連もしっかりしてそうだから、はいはい、こういう人好きだけど、違うってことだな。違うんだよ。もしかしたら、この部屋に呼べるようにじゃ、いつでも。うん、男は。ああ。そこでほら、ベッドをなんて綺麗に。しといたらもう。なるほど。そうだよ。やっぱ呼べるようにだよ。ここまで浮きの流す人だからやっぱこう呼んだ方がだって、安心じゃん。相手の家とか、そういう行くよりも。そういうこともそういうことを言ってんだよ、この人。今日誰連れて帰るかわかんないから。そう。で、ベッドちゃんと綺麗にしとくと、もう、すんなり入れんじゃん。待たせなくていいし。じゃあ、本当じゃん、これ。これ本当だよ、じゃあ。本当だよ、この記事。いやー、らしい。いやらしい。違うでしょ。いやらしい子だねー。そうそうですよ。いやらしい曲だね、いやらしい曲。深田京子じゃない、もう。やらしだ曲。やらしだ曲。やらしだ曲。いやー、そうだ、本当だった、これ。この記事。これは、いいニュースだ、ね。いいニュースだ。これいいニュースだ、ね。いいニュース。うん、続いてですね、茨城県草っぽ記者が送ってくれました。はい、瀬山真理子、35歳もガツガツ、うん。元日本テレビアナウンサーの瀬山真理子がガツガツしているとの情報が入ってきました。また、ね、またってことね。うん、雪が舞う4月4日、35歳の誕生日を迎えた瀬山は友人に水着をプレゼントされ、真冬のような寒さの中でもとてもあったかい気持ちになった。うん、サービス精神旺盛の瀬山は早速その水着を試着し、自撮り写真をブログにアップ、うん。自分のことをアイドルすぎる35歳と語った。うん、それほど更新頻度が高くない瀬山のブログだが、しっかり誕生日のアピールと、